お、こんばんはー。は、つかいき。うん。テロップ書きます。こんばんはー、やっほー。お疲れー、みんな。だいちさん、ありがとう、けんいちさん、ありがとう。おつみほー、こんばんは。今日久しぶりに髪、結んだな。なんかお団子にしてみたけど、ちょっと。 ちょびちょび気がいるけど。こんばんはー。<laughs> 白熊パンダじゃなくて、白黒パンダね。<laughs> こんばんはー。今もうワンちゃんいますよ。<laughs> やっほー。ちょっとさ、新しいリップ買ったからさ、でも二個あるんだけどさ。 これをつつけけけたくててまだリップつけてないんですけどどっちつけようかな流行ってる流行ってるやつを見つけたのねフィーっていうやつフィーのリップとシピシピのリップこっちは気になってるこっちは流行っててどうしようかなヤッホーみんなそうお団子にしてみた今日ちょっと出してるお団子なんかチョロンって。 くちゃんもいるよーど,っちがどっちからつけてほしいどう思うパッケージの印象でフィーかシピシピどっちでもいいと思うんですけど <laughs> 出してみるか色味はちょっと似てるけどこっちの方が薄,薄い感じかなちょっと待ってねなんか頑丈今日はお仕事 お仕事終わってちょっと近くにそのロフトがあったのでロフトに行ったんだ本当はマスカラが欲しくて行ったんですけどなくてなくてなのにリップ買っちゃったくる <laughs> こんばんはヤっホーみんな元気えかわいいプリプリって感じフィーのリップちょっと赤赤オレンジくすみぐらい アンナもリップ買ったこれアンナこれ本物なんだこれアンピーって人本物っぽいけどなんか初期のアバターだしアンナもリップ買ったの <laughs> アンナも買ったの一緒なんかこれさ流行っててさ買いたくてフィーのやつはめっちゃメイクレシピメイクコスメレシピでめっちゃ流行っててわこれ開かないわ破くわ <laughs> こんばんは本当はマスカラを買いたかったのよメイクさんが前使ってくれたマスカラがめっちゃよくてそれを買いたかったんですけど売ってなくてリップを買ってしまいました <laughs> こんばんは皆さん待って私さめっちゃ似てるかも、まあ、ちょっとこっちの方がなんか,なんかくすんでる紫よりピンク紫くらいなのと赤オレンジくらい。 どっちつけたらいいどう思うフィーシピシピどうちよっかなーリップいっぱいあるのに買っちゃったわ <laughs> なんか落ちないと噂がこっちシピシピは落ちないと噂こっちが流行ってる <laughs> 流行ってるとりあえず。 だからこれあるのびっくりした売ってるんだと思ってフィーのやつ流行りすぎてないかと思っててでも今リッププランパーだけ塗ってるからつやつやではあるどっちにしよっかな今日の服にはこっちかな今日の服にはどう思うなんかっぽくないちょっと紫だしわかんないけど塗ってみよう白い方こっちかな 食てみよういやめっちゃ美味しい味が <laughs> 美味しいやばいいい香り美味しい甘い匂い美味しい <laughs> 美味しかったあめっちゃつくしかもプルプルちゃんーん <laughs> でしょとかプルプルちゃんですかわいい ちょっと暗く発色したええ感じはくどっかいったけど <laughs> いい感じ食べたことはないですけど美味しいですちょっとちょっと待ってスマホスタンド斜め斜め <laughs> 斜めやなこれ歯磨き粉美味しいって言ってる小学生みたい同じようなもんだねいい感じ 取れてきたらこっちもつけてみよう <laughs> 取れないかもしれないけどこっちも可愛いなんかぷるぷるって感じこっちめっちゃバズってたのよ女子たちの間で <laughs> こんばんは皆さん今日はみんなちょっと夜更かししてもらわないと困るからお願いしますね夜更かしって言ってもってぐらいだけど11時半から起きててねみんな <laughs> 今日のね11時半からの私たちの冠ラジオハボラジにてなんと新曲初解禁しますわーい楽しみだねもう本当解禁早く解禁されてほしいのはもうね歌ってしまいそうで危ないから <laughs> そんな夜中に初披露そうだねもともとこのラジオこの時間なので、ね、そんな夜中じゃないよね 11時半だからねどうみんな起きれるよね30分だけねそうなの楽しみです <laughs> 安否知ってるよね <laughs> もう眠いので1時間早めてちょっと仮眠する一旦私も正直今眠いよちょっとさっきアイス食べたしちょっと眠いけどねみんなラジオ楽しみに待っててよだって今日聞き逃しちゃったらまあでもあのあでもそうじゃん タイムフリーのポッドキャストでは聞けないからさだからやっぱやっぱリアタイして聞かないともう何もかもお風呂と歯磨きと終わらせてから聞こうよ私もそうする私の配信多分10時半ぐらいに終わるからそっから1時間後だよだからちょうどじゃないお風呂と歯磨き終わらせたらどうねみんなどないね 夜勤中なのでこっそり聞けるから勝負頑張ろうそれは結構頑張ろうラジコ課金税なので無敵すごい大人リッチな大人ちゃんまさにお風呂なうあええやんええー、やんまさにお風呂な合うまてめなんか <laughs> みんなそれ流行ってる <laughs> みんなお風呂ね入ってからね ゆっくり見ようや仮眠したら朝になりそう目覚ましかけて私もラジオの10分前に目覚ましかけてるからぜひみんなねお風呂上がったおお風呂上がったからあとは歯磨きして聞くだけお素晴らしいそうしよう <laughs> これはねだってみんな早く聞けるなら早く聞きたくない楽しみじゃない普通に結構 あっそういえば安否にもらったコップずっとめっちゃ愛用してますお茶飲みますうまいお茶ももうあったかいのが美味しい季節になってきたわうんお風呂入ろうかなぜひおすすめもう何もかもさ面倒なことは終わらせてもう曲聴くだけっていうか曲が流れるだけじゃないんだけどね普通にラジオ自体も楽しんでいただけるんだけど 今日今回は私は出てない回なんですけどぜひ聴いてくださいよ皆さんラジオ内でもね結構普通にトークと企画がありますのでうまーい <laughs> どこのラジオ局でしょうベイ FM っていうところですね千葉県にありますあります ぜひみんなポッドキャストもねたくさん再生していただけると嬉しいですね何度聞いても楽しめるようなラジオにしようと頑張っているので皆さん来週は美穂にそうだよねだってこの流れ的に出ます <laughs> 出ますので、はい、来週もお楽しみに先週と今週が出てないのでってことは来週と出るのかなっていう感じですよね 風呂上がりは眠さマックス嘘なんかお風呂って目覚めない入ったら結構私は覚めるタイプだけどでも昨日とかも全然夜眠れなくてしかもなんか人肌寂しいじゃないけどなんかそうなんかみんなにも会いたくなってきてしまってえどうしようどうしようって思って美女と野獣見ながら寝,寝た2時ぐらいまで見てた だけど今日の朝も全然なんか8時前ぐらいに起きて2時ぐらい寝たのによ8時前に寝起きちゃうのなんてだろう8マジ5時間ぐらいしかなんか続けて寝てないね最近、うん、風呂入ったら眠くなるから風呂で聞くのもありあそうなのでも湯船で聞くのもありだね響いて。 犬鼻があるまあそれはねでもハクはもうお構いなしで寝てたからさなんかお布団とか敷いてるともう私の私より先にお布団で寝てるから「ハク今も何してるんですかね?」ちょっとどっか行っちゃったんですけどハクちゃんが <laughs> 意外に甘えん坊なんかねやっぱさ12時過ぎるとさみんなと何もその SNS できないからさ連絡取れないというか。 じゃないですかだからなんか寂しい寂しくなってくるのよねあごめんね画面めっちゃ揺れちゃった寂しくなってくるのよだからそう今日はまあこの遅めの時間だからまあ耐えそう耐えれそうだけどうん今日のゆらゆら感も書いてない「ゆらゆら感って何?どううど」どういうことどういうこと 話しがいなな私たちが起きてるときは話しがいって感じなんていうの寝るときもそのでもリビングとか行ったら怖いから寝る部屋のドアを閉めて一緒に寝てるその部屋の中に白のお家もあるって感じでお家から出るときは白のお家に入れてちょっとちっちゃいけど狭いけど待っててもらってる感じうん。 うまいうああ端っこの髪の毛のイライラ好きこういうことしかも後ろも今日イライラだからねキュルランもうなんかぼしゃってだったけどなんか今日お団子したい気持ちになったのこれしてみたドラえもんかわいいっしょじゃん <laughs> トラトラトラ口まだプルプルも残ってるでもこっちも塗ってみたい <laughs> 重ねたいまだでも色あるから重ねれないねもったいないあアイラインも買ったんだちょっと秋っぽいカラーをでもなんかそのロフトに行く途中なんか駅からロフトに行ったんだけどなんか 違う駅から外歩いてたんですけどなんか結構繁華街じゃないけど人が多くてなんか普通のおじ,おじさまおじさま,おじさまぐらいの方が「今日の服可愛いね」って言ってきて「フ <laughs> フって感じでであのもうそれだけで終わるかなと思って去ろうとしてたんですけど全然怪しくないから「ここら辺で俺一番面白いから」とか言ってきて。 俺一番ここら辺で優しいからって言ってきて「えー?」と思いながらもう信号が目の前だったから信号に向かって歩いたけど信号赤で立ち止まらないといけなくて「最悪や」んって「えー、へーへん」って思いながら「すごいじゃん」なんかなんだっけ「キャッチでもないしスカウトでもないよ」みたいに言われて「何じゃ?」みたいな「<laughs> 何じゃ?」みたいな思いながら何も返さないやっぱこれはスルースキル を身につけなないとなんですよね私前まではなんか「こんばんは」とかやれたこんばんは」とか返しちゃってたんですけど返しちゃうのよね癖でだけどそうもうずーっともうこう私しかもイヤホンつけててこうやってじーっとこうやってもう一点を見つめながら歩いててここに視界で喋ってんのその人がでもスーツ着てるっぽかったのなんか普通のサラリーマンみたいな方で結構お父さんのちょっとしたぐらいの年の人だったから「えなんで私に?」って思いながら歩いてて。 そうだよね。無視すればいいんだよね。田中南バスってなかなかなんですか。なんですか。やりますか。<laughs> なんか顔も覚えてなくてその人のでもこれなんかスーツっぽいなんか上と下の服が同じ黒黒っぽい服だったからえどういうことこの人と思 <laughs> って誰かだと思ってスーツ好みだけどそれみんなのスーツが好みなだけで <laughs> そう。 もう思いながらでもちょっと服可愛いって言われた時口角ちょっと上がっちゃってでしょみたいになっちゃってちょっとやべえ反応しちゃった顔でだから信号渡ったらもうついてこなくなってよかったです <laughs> ね顔を見ずに聞こえないふりをするがベストですね本当に私福岡でそんなないないされたことないんですよで福岡であマジないかもあっても1回ぐらいか ちょっと服褒められたらうれしくてねにやってしちゃったよね間違えたで結構「可愛いね」とかだったらまあ誰にも言ってるでしょってなる服可愛い,いね」今日の服可愛い,いね」みたいに言われて <laughs>「なんで今日何知ってんだよ」みたいな,なんかね <laughs> なんだよって感じだけどありがとうねそこはね褒めてくれて単純に普通にありがとう本当に服可愛い,いありがとう <laughs> 今もうあの下はなんかズボンに着替えちゃったけど本当はスカート着てて ワンピー何か,なんか重ね着するワンピースを着てたんですけどへへ <laughs> それなチョロすぎね私あ服かわいいありがとねって思いながら歩いちょった今日の服これは結構でも ST、U、の時から持ってるからてかこれ私ファンの方にもらったかな自分で買ったかななんか好みが合いすぎてどっちなのか忘れちゃったけどファンの方からもらう洋服めっちゃ好きなの多くて。 なんかこれもワンチャンもらったやつな気もする気もするだけど可愛いよねこの襟が好き首開いてるしちょっとすっきりして見える田中アカンも可愛いよ多分マグロか多分 <laughs> ピンク似合うよねこれも若干ピンク紫ピンクちゃん <laughs> お洋服も顔も天才的に可愛いから声かけられるそんなことないのよ この前めっちゃ面白い声のかけ方されたよ言ったっけなんか渋谷のどこかを歩いてた時にお仕事の時にその時になんか「バイトしませんか?」って言われて「<laughs> 何の?」って思いながら「いやちょっとバイトできないんですよ」って書いちゃってその時も「<laughs> 働いてます」っていう感じを出したくてそれ断られるかなと思ったら「じゃあ正社員,正社員でも」って言われて <laughs> え <laughs> そんな この今、数秒でバイトから正社員になんのみたいな <laughs> どういうことあれめっちゃ怖かったんだけど何な,なのどういうことなの何のなの何のバイト喋ったら終わりだから聞けないけどもうしかもなんか通路だったのなんかなんかさ渋谷の建物から建物へ行く通路あるじゃんあそこ歩いてて嫌味なのやばい今今今 よくニュースで見かけるやつですか？怖い。よかった反応、ほぼ反応してなくて。なんかねアップねアップねーマジアップね怖 <laughs> あっぶなっその数秒で昇格したの何と思いながらなんぞと思った。でもその時本当お仕事に向かうもう本当あと五分後か十分後になんかその渋谷からちょっと先の お仕事を先のとこに行かなきゃいけなかったからもういやバイ,バイト無理です」みたいな「バイトできないです」って言われて怖っ危な声かけたい <laughs> かけて見かけたら全然かけて逆になんかファンの方見かけられて声かけられずに「この前見かけたよ」って言われた方がちょっと「えどの瞬間見られてたの?」ってなるから全然見かけたら声かけてみんなよろしくねもう見かけたらその時に声かけてくれた方が 嬉しいやっ,ほーってなる声をかける話術私さ絶対詐欺に騙されそうなんだよね危ないよね、うん、絶対反応しちゃうからさ「これ私話かけてるのかな?」ってちらって見ちゃうから危ないよね本んにへ <laughs> 声かいやーなんかあの見たのに声かけないよりは声かけてもらった方が嬉しいかなぁ。 怪しそうに見せかけても <laughs> お花数えるバイトとか教えたらやばい。そんなのあんのお花の <laughs>。花びら数えるのとかやるよ、全然。トヨス豊洲で見たときびっくりした。あーはーこの前のライブあ、違うこの前豊洲だったっけあ、違うか。あれあ、豊洲か。<laughs> 新木場か。あー、新木場の時は結構。 私実は私は気づいたけどファンの方は気づいてないみたいな人もいた <laughs> 気まず <laughs> ああれファンの方だあれファンの方だって結構何人か見かけたんですけどこの前ライブの時 <laughs> あ,のあっちが気づいてくれて「はっ」ってなった時もあったんですけど優しいファンの方はあの「はっ」って一瞬目やって。 そうそうそうそそって <laughs> 移動してくださって優しいなと思いましたけど <laughs> 総理さんイケボールありがとう」「デサイズハートさんお菓子ありがとう」う <laughs> ん全然なんかめちゃくちゃドスっピンで歩いてたとかじゃないから全然あのヤッホーって感じだったんだけどさすがにねめっちゃドスぴピンんかくたくたな服着てたりとかしてたらこれみほりんじゃないよねって思って通り過ごしてほしいけど。 <laughs> まあもうねありがとうねみんないつも結構ねライブ前に会うのめっちゃ <laughs> おもろいよね「あ <laughs> ライブで見るのに」みたいな「会うのに」みたいな <laughs> 前もね「アットジャムかなんかの時もファンの方とマックで会って <laughs> 朝ごはん買おうと思って「アットジャムの会場の近くマックがあったんでマック入ったら私「あ見たことあるな」って思いながら一緒に。 番号待ち番号待ちの列 <laughs> いて<る笑>「なめ猫ピロリさんお菓子ありがとう」飲もうそうだね一人の時は声かけづらいそうだねさすがにねイヤホンとかしてるしね今日はそういえばヘッドフォンあったじゃんっていうパパがパパがちょっと貸してくれてるヘッドフォンあ,ったあるんですけど 今日は久しぶりにこのヘッドホンを使ってそう移動、移動してたっていうかしてたのこれかわいくない普通にめちゃくちゃ音質がいいっていうのがあるんだけどあー自分の声聞こえなくなっちゃった私いつも AirPods 使ってるんですけどこれは何か違うやつめっちゃノイズキャンセリングすごすぎてちょっと待って自分の声聞こえない <laughs> ノイズキャンセリングすごすぎてちょっとたまにこれをつけて 歩くとかは怖いんですけど電車で座ってる時にこれの時はめっちゃいいんですけどアソニーですねこれパパのなんだけどパパが多分貸してくれてんのかくれてんのかわかんないんですけどそうママと共用で使ってるこれママも AirPods 持ってるからでも AirPods 私耳から抜けちゃうことが結構あるからたまにこれ使うかわいい <laughs> かわいくないなんかね外の声聞こえるようにも調整もできるんだけど一切聞こえないようにもできるし最高なの乗り過ごしませんそう危ないからたまにこうやって見て「今はこの駅ああと3駅3駅」とか持ったりするけどかわいいよねなんかさ何ていうのこれだったらさなんかここに置いとける 服によってはさ、おしゃれな感じになるじゃん。もうちょっとストリート系とかだったら。めっちゃ可愛いよね、これ。めっちゃ、しかも充電めちゃくちゃ持つから、今日使ったけど100%のまんまだった、帰ってきても。<laughs> すごい。めっちゃいいです、ソニーさん。Bluetooth でつなげれます。今日はこいつがお供でした。でやっぱちょっと、キャンセリング、ノイズキャンセリングしすぎて、怖いときもあったけど、あるけど <laughs> 電車乗り換えの時とかねそのままファーストテイクで歌えそう確かにうんうん5万ぐらいするやつわあ <laughs> やばパパありがとうそういえば明日おそれのフードプロセッサーが届きそうです何作るおーいいじゃん私今日ね実はフードプロセッサー使ってクッキー作りました 卵がなかったから卵の代わりにバナナを入れようってなってバナナを自分でなんか崩すのめんどくさかったから「あフードプロセッサーじゃんこういう時は」ってフードプロセッサーで「おりゃ」ってやっていただいて「今日クッキー焼いた <laughs> また載せるねなんかちょっと今まだクッキー乾かし中じゃないけどあの焼いたばっかりより一日置いた方が美味しいクッキーなんでまだ置いてるんだけど。 レシピ本やばいでもねこれね私にネットのレシピをちょっといじったレシピで自分のレシピをメモしてるやつなのこのレシピマジおいしいからおすすめしとくよなんかアメリカンクッキーっていうかチャンククッキーみたいな感じなんだけどなんかあの海外のレシピとかめっちゃ砂糖多いんですよ私には甘すぎてあれだから砂糖を何パーセントまでは減らしても別になんか焼き上がりとかは大丈夫みたいなの見たことあるから 砂糖を減らして、で、なんか、は、こく、小麦粉の割合とかも変えてみたいなレシピがあるんですね。おすすめします。で、まかせプリンスさん、ハートありがとう。いつかね、この、なんか。なんか、なんていうの、クッキーとかあげれたらいいんだけど。<laughs> そんなうまく作れないけど、まだちょっと修行中だけど。 海外のお菓子ってなんで,あんなに甘いねでもね海外のレシピはもう気絶しそうなぐらいの砂糖の量がほんとどのレシピにも入ってるからわあ、だから甘いんだねって感じだから納得するよ作ってみたら,ら作ってうわこれってこんなにやばい材料なんだってなってあんまり食べなくなるやつとかもある何か <laughs>「こんな砂糖入ってんの?」って恐ろしくなって「だから太るんだ食べるのやめよう」 るるやつもあるお菓子分量難しい目そうだよねむずい特になんか小麦粉の量とか液体の量とかちょっとでちょっと変わるだけでも変わるもんね出来上がりがしかもほんとその日のなんか気温とか湿度とかでも変わるみたいな繊細だねお菓子ってね <laughs> なちょっと習,習ったのでちょっとだけ身についたんですけど竹坊さんハートありがとう <laughs> レシピ見て逆に良かった本当にまあ今日そんな私アイス2個食べちゃったけどさまあいいよねご飯キムチチゲしか食べてないんだよ、ね、だからいいかまだキムチチゲあって <laughs> 大量にママが作っていったからあと一杯分だけキムチチゲあるから明日と。 サマトありがとう。田中ステラ美穂やばい。ステラおばさんのクッキーや。ステラおばさんのクッキー食べ放題とかあるよね、たまに。見かけるネットで。食べたい。うん。ああいうなんか素朴なクッキー大好き。おばあちゃんとかが焼いたみたいな。ちょっと格好不格好な感じのクッキーの方が好き。パリパリさんと今日うお食べちゃった。わお ワオワオです美味しかったもう何も食べないようにすぐ歯磨きします配信終わったら <coughs> 田中うん田中家のキムチチが辛いよママが唐辛子いっぱい入れてるからねでも美味しい本場の味って感じママがキムチは韓国のキムチをなんか買うのねよく前もキムチ買うためだけに新大久保行ったりとかしたんです いいわよ美味しいわよフフフおお今日の晩ご飯肉豆腐いいなー豆腐ってね天才だよねどんな料理にも合うからさこのキムチチゲにも私昨日豆腐追加して食べてめっちゃうまいしかも,もめんにしたの昨日はいつも絹豆腐派なんだけどもめん豆腐にしてちょっと固めの豆腐で,でそれをなんかちょっと崩しながら食べるみたいなおいしい しかもキムチチゲってスープだからさ、実質。あんま歯ごたえないから、その木綿豆腐のおかげでちょっと満腹感。っていうかね。そう。タクトさん、ハートありがとう。ね、木綿豆腐ね、私前までめっちゃもうほんと絹豆腐しか勝たんっていう。人だったけど、木綿豆腐も好きになったわ。なんか、あの豆腐食べてますか。ん とあとあの歯ごたえなんかキュッって感じキュッって感じが好き上野の裏側にも美味しいキムチや何それ知りたい上野って上野動物園のとこかへえね豆腐意外とお腹いっぱいになるよねでもめっちゃヘルシーだよね糖質は少ないし脂質もまあまあまあ超適度にぐらいだしカロリーが低いしねまずねいいよね大好きめっちゃ ダイエットガチ勢の時納豆キムチ豆腐をめっちゃ食べててそれだけを夜ご飯に食べるとかしててその時めっちゃ痩せちゃったねでも今日も勇気出してまた体重測ってみたらちょっと減ってたので頑張っていこうねって思った <laughs> 気が向いた時になんかお風呂上がりとかにたまにあのスクワットと足パカをやってるのでそれで耐えてるねあとはレッスンだねダンスレッスン ねえ安いそれな豆腐それな美味しいし安いって天才じゃん本当ね減っててすごいありがとねそんななんか前ほどなんかガチれないんだけど前本当にガチでダイエットしてた時はちょっと今考えるとえー、すごいじゃん自分って思うんだけど。 ままあ、まあ最近は適度にって感じですね昼は炭水化物食べて夜はちょっと控えるぐらいの <laughs> でもそうだよねライブやるのが一枚する絶対そうマジでそう歌って踊ってるしマジでそうしかもリハーサルとかもあるしフフ <laughs> 燃焼スープの時本当にやばかった <laughs> 脂肪燃焼スープっていうのが一時期流行ってたんですけどそれやった時はもう本当脳に チみたいな糖 <laughs> 分回,回ってないみたいなやばかったけど、ね、塩抜きもやめたというか、まあ、MV の前日とかさなんか撮影の前日とかはあのちょっと塩分控えめにするとかはやってるけど今も抜きはやめましたね。とかあとなんだろう塩分なんかあるけど、まあ、きゅうりとか入れてちょっと。 カリウム取ってちょっとむくみ取るみたいなとかだね無理せず減ってるの理想的でもやっぱ二十歳を超えたのでなんだろうなんか減りにくさはあると思うんですよね正直 <laughs> のでちょっとあれですけど頑張っていこうね適度に <laughs> バナナチップしか食べてませんあったねー本当にバナナチップ今でも家にあるけど マジね、大好きだけどね味は食べ過ぎたいぐらい好きだけど体質変わるよねほんとね多分ほんとそうでも高1とか2の時はもうブクブク太,太りすぎてやばいみたいなとこあったけど高2でダイエットをしてなんかめっちゃ減るやんみたいな楽しいと思ってたけど最近は <laughs> そんなねガバガバ減らないので。 地道にって感じだね食べるの大好きだし <laughs> 食べたいしね美味しいものちょっとだけ食べるっていうのがいいと思ったカロリーの少ないものをいっぱい食べるっていうので満足しない心が美味しいものをちょびっとだけ食べるが一番満足するね一周回ってやっと分かりましたよ <laughs> やっとやっと。 朝食前に朝食食べてた頃は本当にやばかったね本当にそれな高校1年生中3から高1にかけて本当にやばかった1日何食食べてんのって面白いもん逆にもうすごいあの頃って無敵 <laughs> なんか最近はなちゃんがはなちゃん全然めっちゃ細い毛めっちゃいいんだけどはなちゃんがめちゃくちゃお腹すくみたいな,なんか見ほりん状態って言ってるから いや私もそその頃そうだったなな思いながら高校生の時はなんでなんでだろうね高校生の時って何なのめちゃくちゃみんな無性にお空かすかね高校生の時なん <laughs> でだろうね若さゆうの小山の人だ確かに自分も高校時代いくら食べても太らなかったのに今やでも全然じゃないですかで私のお母さんとかも言ってるもん私のお母さんも 若い頃は何食べても太らんで逆に困っとったぐらいやったのにみたいな今はっていう <laughs> みんなそんなもんってことエネルギー消費そうだね基礎代謝が高いんだろうかねん <laughs> 昼休みまで弁当待ちきれない若い日々それなマジでそれな高校生の時は 朝ごはん食べて学校着いてもう一回朝ごはん食べてで2時間目の後とかにパン食べてでお昼食べてで学校授業終わりになんか売店のポテト食べてその後またおやつ食べながら帰って夜ご飯とかやってたもんね恐怖だわこれもう食べ過ぎて恐怖ああ個人的にはお酒の影響お酒は よね、梅酒とか大好きだけど太るだろうから飲めないの飲まないようにしてるもん <laughs> まさに料亭に本当に私全然帰宅部と写真部だったけど今は普通に三食い2食のことが多いかな今なんか朝と昼一緒になってるかもなんか朝お腹空いてもなんか,なん,かなんだろう昼から仕事だったらもう朝昼一緒になるし 朝から仕事だったら朝に朝昼分を食べるしみたいな感じになってる今はなんかうん午前中一食だね夜は食べるけどね普通にって感じだよねでも多分この職業とかだとみんなそうな気がする会社員さんとかやったら私も多分朝食べないと頑張れないから多分 朝食べて、お昼休みの時間にお昼食べてってやると思うんですけど。多分このアイドルとかだと、みんな一緒になっちゃってんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、わかんない。なんか結構、なんか十時とか十一時とかに。なんだろう、行かなきゃいけない仕事とか、なんか微妙な。のが多いから、朝昼一緒になることが多いです。 朝コーヒーだけとかでもなんか一食目の前にコーヒー飲んだらいいらしいよ <laughs> 脂肪燃焼効果あるらしいよ、うん、パ,パパパパパンね朝昼しっかり食べて夜少なめが一番そういいのよ 朝ごはん食べた方がいいっていう人と午前中は食べない方がいいっていう人いてわけわからんえー、でも夜の方がやっぱカロリーって吸収しやすいみたいなの聞くけどねなんか朝にその血糖値が爆上がりするいきなり白米ボーンとかパンドーンとか食べるのはダメらしいけどなんか徐々に上げていく血糖値上がりにくいものから食べるといいらしいよなんかその1食目でその日のの目で日 体の中のなんかコントロール決,め決まるらしいよなんていうのなんからしいよだから一食目にドーンドーナツとか食べてしまったらもうその日はもうずっと高いカロリーというか高いものばっかりを求めてしまうんだって知ってた諸説ありかもしれないけど分かんないけどだからサラダから始めてサラダ食べた後におにぎり食べるとか全然大丈夫だと思うんだけどらしいよ あ果物も朝に食べるのがいいいらしい果物はなんか知らんけど午前中までに食べたら果物のなんかビタミンとかそういうのをメインで摂取できるらしいなんか吸収するらしいでもその午後夜とかに果物食べたらもう糖分としてしか吸収されないらしいよそれ何なんだろうそれ何なのって感じだけどほんとかなって感じだけど なんかそれをうっすら信じてるから夜に果物を食べないようにしてるあんまり果物そんな好きじゃないけど私のそうらしいよ午前中と夜で吸収されるのが変わるんだって学びがいっぱいですね <laughs> すごいですね食べ物って奥深いですねそう怖いよね <laughs> 学校で学んだ知識がね少しはね 栄養学も学もん,んでますからねめっちゃ食べれる配信よかったなんかずっといつも食べ物おいしいみたいな配信しかしてないからさ <laughs> よかったそうだねまずよ夜しっかり寝ないと体がそうだから今日はみんな新曲を聴くために早く寝ないといけないから早くお風呂に入ろうねっていう話ね <laughs> でもう一本のリップを塗ってみようかなって思いますフィーの 流行ってるやつフィーって読むらしいこれ素敵です美穂先生ありがとうあさっきじゃがりこ食べたの後悔してきた <laughs> じゃがりこは野菜だよ大丈夫安心しないしかも一つでしょじゃがりこ大丈夫だよ安心しなさいアイス二つ食べた人がこんなこと語ってるんだから大丈夫だよ <laughs> でこちら塗ってみますフィーの 3D ボリューミンググロススコッチっていうーなのかな30% なんかこれ30%と70%のシリーズがあって小ゆさかな分かんないけど新曲って何はいいい質問が来ましたうん <laughs> マイハブがですね10月28日に「白黒パンダ」という新曲をリリースさせていただきますロクス6スシングルありますね、はい、私がマイハブに加入してからは2曲目の参加ですね とととてててももも大事なな曲になりますどんな曲なのかまだ言えないんですがあと1時間後には皆さん聴けますよ1時間ちょっと後是非ねマイファブのファボラジで聴いてくださいではなりますだってめっちゃ唇馴染みすぎてわかんない色が逆にこれ馴染みすぎてない待ってこれも美味しいぞしかも何これ急にアイドルの宣伝モード みんな今日マイハブのパボラジー聞いてくださいね <laughs> はお疲れーこれも美味しいぞこのリップもえこっちの方が甘い甘い香りかもなめてないけん味知らんけど香りは甘いぞちょっとこっちの方が明るい優しい色味さっきのよりこ,こっちが大人だったねちょっとでもどっちもやっぱプルプルで最高だね なんか馴染むね、うん、いい感じめっちゃいい感じこれ30%だから薄いなの薄い方なのかな30%と70%があるの同じ色でだから馴染むのかも見てなんかほらプルンプルンねりは言わないけど美味しそうくてビルが置いてとってこと <laughs> 可愛かわいいめっちゃいいじゃないかこれ どっちもいいリップに出会えた嬉しいプロン <laughs> プロプロチャンネル前髪解きたいどこ重ねて可愛いやつ確かにいい感じでも男性もさ色付きリップぐらいの色はついててもなんか健康的に見えて良さそう唇の色多少はあった方が フフフテキコーンでもぜひつけようかななんか取れにくいリップとしても有名らしいしプルプルだし <laughs> あ色付きリップは塗るお素晴らしい美意識高い結構最近はさなんか日傘する系男子とかもよく街で見かけたりとか日焼け止めとかも塗ってる もう寒くなるからそんなにめっちゃ気をつけなきゃいけない季節ではないけど一年中紫外線はあるらしいからみんな気をつけようね唇の色気にしたことなかったえー、なんかね唇の色がちょっとやっぱあるだけで元気に見えるというか表情は明るく見えるし愛想はいい感じに見えるというかおすすめだよ。 これから寒くなる。そうね。寒くなったら私さ、唇、青紫系になる系、女子。結構、小学校のプールの授業とか、結構紫系だったのね、私。<laughs> そうならないよね、みんな。<laughs> え、えら日傘もするし、日焼け止めも塗るし。ビビクリームも塗るの <laughs> めっちゃ女子力あんじゃん。すごいやん。美意識高。えらいね。でも、男子とかの方がめん、なんかあの、 ヘア,ヘアセットが大変そう女の子の方が逆にさなんかストレートとかで別に下ろしてればいいけどなんかむずそう男の子髪の毛分からんけどやるのかな <laughs> <laughs> えフ、ー、え日傘さ,さすように勧められて使い始めた素晴らしいねみんなだってねシミだらけになっても嫌じゃん<う>おじいちゃんおばあちゃんになった時にね偉いよ <laughs> 確かにちびまる子ちゃんの藤木君く色悪いから体調悪そうでしょ紫だもんねあの子 <laughs> リップ買ってあげたいよね本当 <laughs> あっということでねもうそろそろ終わっていくよみんな配信あと1時間後にラジオだからねみんなー <laughs> ワクワーク一緒にリアタイしてるからね一緒に聞いてるんだなって思っててねとりあえず私は配信終えてお風呂に入ります でではランキンキグ読んいいいきたいと思います13位タクトさん12位鍋猫ピロリさん11位シナさん10位エレメンツさん9位鳥りたておじさん8位レグルスさん7位オロチさん6位竹まつるさん5位デサイズハートさん4位あっくん。 三位、阿部寛さん。二、持続さん。そして第一位、大地さんでした。ありがとうございました。パチパチパチ。はい、ということで、これで配信は終わりますが、まだまだあと一時間後起きててくださいね、皆さん。二十三時半から、毎週あっている、マイファブのファボラジ。というラジオがあります。そして、しかも、なんと今日。世界初、宇宙初。 マイハブのロックスシングル白黒パンダが流れますぜひ聞いてくださいあのハッシュタグハボラジで感想もいっぱいお願いします前初回放送の時おすすめトレンドになってて嬉しかったので今日もトレンドになれるぐらい頑張っていこう白黒パンダでもいいですしハッシュタグお願いします一緒にリアタイトしようなしようねでは また会いましょうおやすみほーまだ寝ないけど、24時に寝ようね、今日は。<laughs> バイバーイ